デニムグランプリ、デニムグランプリの、えー、候補、選ばれている方、舞台の袖にですね、来ていただきたいんですけれども、結構、このお天気で早々に帰ってしまった人もいるんでないかと、いるんでないかと、はい、デニムグランプリの えー、チケットもらってる方チケットもらってる方こちらでこちらでと思いましたがえー、天候が天候なもんでどれだけ残ってるかな残ってるかないらっしゃいますかねあでもれれいらっしゃいましたお,お一人おいい感じのデニムデニム上がっていただいてもうもう ワンマンショー行けますよ。今ならワンマンショーですよ。お、メイトの方ですね。ありがとうございます。ありがとうござす,すか。お、これ、大黒入った。はい、これも全部入ってますね。え二十七年ぐらい。二十七年。<laughs> すごいじゃないですか。もう全身だ。インナーもそうだ。う全部恵比寿だ。本当だ。今ね、ヨーロッパで。もう、この恵比寿の。 あのジャパンエビスと呼ばれてるんですけどコレクターがヴィンテージコレクターになっちゃってるんですよ、もう<ら>すごい値段でヨーロッパ行くとこれを求めてる人たちが。もうこれで歩いたら大変なことになりますよ。あのね俺さっき,きでれ、見かけたんかこちらの方もねわ、はい、かるイリアちゃん、何かおかしいでしょ、この人。 何かおかしいって言われたら絶対そうだと思うんですけど。裏返ってんだよ。これはもともとこういうデザイン。違うよね。こういうデザインです。こういうデザイン。裏返して履いてるんじゃないのあっ、ポケットがついてます。面白い。それどこすごい。あの、リバーシブルで両方履けるようになってる。両方履けるどどこの人物ですかこれはヘッドグーニーっていう。ああ、わかりますわかりますわかります。 あの,あのね、あさりどの、あの、あ,あの方とかすごい。あのー、川本さんとか、はい。来ていただいてて。ええ、あのー、まあ、二子玉を中心に。そうですよね。やってる、あのース、スマートクロージング、ニコタマさん。にも置いてます。実はね、ヘッドフーニーの商品はね。私どものね、あの、ロンドンのお店でも一部シャツ扱ってんですよ。あ,<ら>あ、そうなん、そうなんです、そうな 次はこれじゃないですか。かこ, <laughs> これリバーシブルってことは反対でも切れるんで,うねあそうですね。はい、イギリス人コーンサバだからね。こ <laughs> こまでいけるかどうかな。これは実は元ネタがありまして、<laughs> あのバックトゥザフューチャー 2, 2> <laughs> という映画で、2015年に <laughs> その世界では <laughs> 若者たちは裏返しで履いてる ジーパンをのがブームっていう設定があるのであったあったそこしかにそうですそれでヘッドグーニーはそこに目をつけて裏返しても履けるものを作ったということででも目を引きますもんねいっ面白えそうまさかここでお話することになるとはこれもちょっとねすごいお二人ともレベル高いっすよ上もヘッドグーニーですあ そうなんですねちょっと竹中に作ってるんですね、ファーストモデル。ボタンが、チャイナボタンじゃないですか。おもしろい。かなり面白いですね、これ。もう厳選された方がここにシルバーのね、差し方とかもすごい上手で。ジャケットの上に、ジャケットの上に、ね、ゴローズをつけて。らしいですね。あと、デニム、デニムのグランプリノミネート。 ノミネットされてカードを渡された方カードを渡された方いらっしゃいますかいらっしゃらないですかこれねそうするとガーンと競争率がそう競争率がですね今名ですからねあっなんかすごいああれだライトニングのオリジナルスウェットとそうですねスウェット二つと防災スウェットこれグレゴリーに別注して作った防災バッグすごいだから グレゴリーが防災でやるんだったら本気でちゃんとしたのを作りたいって言ってなんかありものじゃ嫌だっつってゼロから作ってくれたんですよそうなんですねおっうちのおしゃれ番長三浦さんやっぱりねおしゃれ番長三浦さんが選,ばれ選んでくださった方々なんでね声をかけていただいたそうなんです そうちょっと本当はねもっとなんかこう面白い人いっぱいいたんですけど雨で帰っちゃったみたいみんなすごいでもすごいさっきドックタグやっていただいてやってる時にんかあれと思って面白いねこれねこれ、自分で作ってるんですかヘッドグーニーなんですねへえ リ,リバーシブルです。はいはい,いや、そうそうそう。こ,これではこう、わざとこう、俺、裏返してあげてんだとばっかり思ってた <laughs> いやそうよそう。よくスウェットとかやりますもんね、裏返してあいて、ね。ああ、いいなと思ってそうなんですよあと、あのー、いつも YouTube でも、ええ、絡んでくださる BPK ベースさんでした。ああ、そうなんですね。はい、もう27年入ってんだって、このデニム。ああ、さっき伺いました。い<や>はい。もうエビスのあの、えびすのあれが消えちゃってんで、ペイントが。そうそう、大黒エビスがね。はい。へえー、あ そうなんですよ。靴もだからね、俺もこんな靴持ってんだ。あ、本当です。俺ね、俺ね、ツートンなんだけど。あ、は俺大黒恵比寿も持ってるじゃない。はいはいはい。かなり俺、近いところ行って、攻めてんだけど。はい。実は全然ウ指ストしまわない。はい。そうですね。えそうなんです。僕、僕のはまだでも。十五六年。しか履いてないんで。はい。でも、僕の方が、デブなんで。バンバン色落ちしちゃってますけどね。あ、大丈夫ですよ。 これ27年どうどういうメンテナンス入ってるんですかこれは。普通に。なんか27年よりは入ってないようにっいうかまあなんか結構色残ってじゃないですか。そうですね。あのどんなもんなんですか。ぼちぼち浮気して別のブランドも入ってるんで。結構洗ってんですか。あ洗いますねガチガチさ。これジャケットは？ジャケットはもうちょっとあれですね20年いくかいかないか。このペンキの入れ方っていろいろ問題になる前の。 まあまあまあそうですね。ねいやつだからね、いろいろあったからね、極端に変わったから。結構昔のやつですよね。今なんかプレミアついてるらしいですよ。そうなんですか。ヨーロッパでも本当にマニアが昔の恵比寿をヴィンテージとして扱ってるから、すごいですよ、そういう意味ではね。全身、全身ですよね。デニオンデニームばっかりになっちゃいましたすごいですね、これも。

選べないってもう、さっきもじゃんけんで決めちゃったからね。<laughs> そうですね。<う>お子さん、じゃんけんで決めまゃたからね。子供前にしてね、選べって言うんだよ。ひど <laughs> いだろうって。<laughs> ちょっとそうですね。<laughs> じゃあ、選べってなりますからね。川ちゃんの時はもう完全に消去法、めちゃくちゃな消去法で選ばせてもらいましたけど。た <laughs> だからね、ちょっと今、僕もその、はい、ちょっとさっきまで忙しかったならったんですけど、はい、意外とね、オーバーオールの方とか、 ちょっと思ったより少なかったんですよね。本当はカバーオールとオーバーオールの方を選びたかったんですよ僕好きなんで、あ<の>意外とあ。俺ね、あのね、オーバーオール知ってんだ。あれ、あれあれヴィンテージのオーバーオールなんだけど。でもほら、デニムじゃないから。あそうね。そう、だからそういう方はいっぱいいたの。デニムのオーバーオールが意外と。あれ,あれね。<え>なんですかえんですかちょっと前まで僕が持ってたよ。あれあ、そうなんですかう,あのうちのノーキーサーキーで。 お買い上げいただいたそうだったんすねお買い上げいただいたんで、俺覚えてんのありがとうございますフェスにまで足を運んでいただいてありがとうございますちょっとねもうあの十分経ったのでお二人の中から気持ちいいよねデニムオンデニムここまでこうかっこよくお二人とも デニムってすごいシンプルだけどむちゃくちゃ難しい格好じゃない難しい格好じゃないち話し合いしようえ話し合いしようグランプリ決められないから話し合いで何分で終わりますかえこれ最初の場合どうなんやって決めるんですかえ俺はい。もうさもう一セットないのこれもう一セットないのって言われてるからッフさんが困ったをしてるので一セットあるひかりちゃん かりちゃん、まあ、ピクサー、お客様対応中かな？あ,あ、対応中。もう一セットあるよね。もう一セットあるよね。えっと、スウェットと防災セット。防災セット。もう一セットずつある？あります？じゃあこれよ、用意してないよ。一セットしか。一セットしかないんですけど、これをもう一個追加できますかという。え、うん。 じゃあ2人が喧嘩になると怖いなと思って <laughs> もしくは俺が狙われると嫌だなと思って <laughs>、ええ、もうさだって二人残ってくれたんだもんこの転勤だからうすねぇえ,えもう吸えたない防災セットはじゃあ防災セットはじゃんけんで取り合ってもらう <laughs> <え>そうそうしましょうスイートは人、ね、2ししートは人、ね 2> はい<私> 2> あの一、はい、個ずつねあげて、はい いいややもうねずっと立たしとくのもね、本当申し訳ないから、残ってくださってありがとうございます。しかも、このデニモンデンム対決をかっこよく着てくれるっていう王道とアレンジしたバージョンとの対決ですごい嬉しい限りです。すごいですよねでもやっぱり、今日この服で行こうって決めるまで皆さん、時間かかっただろうなっていう方もいらっしゃいますし。 多分あなたほどかかってない私はもうあのアメカジ女子の中から選べばいい今度ぜひ見習ってデニムオンデニムデニムオンデニムにちょっと挑戦したいですねデニムオンデニム挑戦してみてくださいここまでオシャレに消えるかは。これはかなり難しいですからねかなりテクニックが難しですよね合わせ方とか合わせ方すごいですよもう帽子とカバンもいい印象ですもんね すごいんですよ、かばんまで。かばんまでそうなんです、一緒なんですよ。全部エビスだ、ほんに。これ、防災セットは防災セット一セットしかないらしいんで、防災セットを勝ち取るじゃんけんをしてもらいましょう。ねちょっとパーカーはきます。パーカーはきます。じゃとりあえず防災セットじゃんけんをしていただきましょうかね。僕とじゃんけんっていう形でいいですか買ったほうが残りですよ。いいですか最初はグーでいきます。最初はグーじゃんけんぽい。 勝ち。王道の勝ちですね。王道の勝ちでした。王道が勝ちました。王道が勝ちました。はい。商品来たんでね。じゃあ、また。応援よろしくお願いいたします。応援よろしくお願いいたします。すみません。またお待たいたしましありがとうございます。今日は天気、橋悪い中、本当に。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごい。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。 で、こちらスイート、ねはい。おめでとうございます。ますおめでとうございます。ますおめでとうございます。残りわずかですけれども、もね、楽しんでください。ありがとうございます。はい、どうも。